こんにちは、まゆりきです。今回は前回からの続きで屋根部分のリフォームをしていきます。最後まで見ていただけたら嬉しいです。まずはボロボロになってしまった波板を外していきます。今回の動画では写真が多めになっていますので、あらかじめご了承ください。順番に波板を外していきます。一度屋根の支えにしていたポールも外していきます。このポールはもう一度使う予定です。すべて外し終わりました。とってもすっきりしました。今回屋根と一部の柱は再利用していく予定です。こちらはコーナーの柱部分になります。今までラティスの上にビスで固定していましたが、不安定だったので丸ノコで柱にしていた部分だけ切断します。今回は既存の屋根のガタつきがあったので、一度片側の柱をなくして水平器を使いながら再度作り変えました。 UV とナットで固定することで丸いパイプも調整しやすくなります。すべて色はバラバラでも同じ色で統一することで違和感がなくなり、逆にいろいろなアイテムを使っているデザインが他になく面白いなと思いました。今回柱は6箇所設置しました。そのうちフェンス側はユニクロアングルで、建物側はジョイントパイプを使って製作してあります。屋根の骨組み部分が完成したら屋根を張っていきます。まずは波板を希望の長さにカットしていきます。今回設置する場所は変形した台形の形をしているので、まず全体の横の長さを測ってから、縦の長さを何箇所かに分けて測りました。今回は横幅63センチの波板5枚を使っていきます。波板にも種類があり、今回は耐用年数が7、8年タイプのものを選びました。カットし終わったら、カットした部分のささくれを取っていきます。波板を取り付けていきます。最初はビスで取り付けようと思いましたが、波板が硬かったため、トタンなどで使う釘に変更することにしました。波板を一山ほど重ね合わせながら、次の板を貼り付けていきます。最後の1枚は外側から取り付けていきます。屋根が完成しました。完成直後に通り雨が降りましたが、濡れることなく問題なくこれから活躍してくれそうです。ウッドフェンスも塗装し終わり、屋根とも統一感のある仕上がりとなりました。I would when nothing really matters
That's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. いかがだったでしょうか。参考になれば嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。